どうも、高井です。お金がない、財布空っぽ、お金欲しいと思ってしまう人の心理について話したいんですけど、財布が空っぽっていう時ほど、人っていうのは、あれも欲しいし、これも欲しいと、物欲の塊になっちゃうよね。日本っていう国は珍しくて、5割から6割の家庭っていうのが、月々奥さんから3万から5万というお小遣いをもらっている。でそれをやってしまうと旦那さんのお金を管理する力が失われてしまうので、旦那さん側にお金を管理する力をつけさせるためにも給料を管理させてもらうってことをしてください。それによってスーパーに行った時に、この商品果たして原価率いくらだろうか、この商品はうちに必要なものだろうかということを考えてカゴに入れるような、そうなってくれれば無駄遣い減っちゃうし、余力のあるお金をどんどん蓄積していける。そうなった方がいいよね。でお金持ちになる人っていうのは時間をお金で買うという習慣が身についているので、例えばね、会社から家まで22分だったとする。今のお給料っていうのですか、その22分分のストレスっていうのが 20% あって、その今もらってるお給料の 20% 割り増しのお給料をもらってないと旦那さんはストレスをどんどん抱えていってしまう。そのストレスが家庭に向いたら厄介だよね。家庭が崩壊しかねない。だから今後はお金で時間を買うというスタンスをね、取ってみてください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。